精霊にも家族のつながりがあると言っていましたが、血縁関係なしでどうやって妹だと分かったんですか？もう随分前のことになるが、俺はとある霊山の地脈点に生まれた。そこで長い間過ごしていたある日、同じ地脈点からあいつが生まれてきたんだ。気づくと俺たちは同じ屋根の下で暮らすようになっていた。同じ地脈点から生まれた精霊が兄弟ってことなのか？いや、他にもそこで生まれた精霊はいたが、そいつらを家族だと感じたことはなかった。だがあいつは何かが違った。あいつが悲しいと俺も悲しかった。俺が嬉しいとあいつも嬉しかった。愛想のない奴だが、その分笑顔の破壊力はすごくてな。何があってもあいつを守ってやろうと俺は誓った。俺は霊山で取れた石を使ってペンダントを作り、お守りとしてあいつに持たせた。あいつは首飾りにして使っていたがな。そのペンダントは？あいつも同じことを考えてたんだ。自分で作ったお守りだと、これを俺にくれた。お互い黙っていたのに、俺たちは同じ日に同じ形のお守りを送り合った。俺たちの間には確かに兄弟のつながりがあると、その時確信したんだ。そこに描かれてる女の子が妹さんなんだね。ああ、俺が家を出る日、あいつが描いてくれた自画像だ。あんたも妹に絵を描いてあげたの？いや、俺には絵心はない。きっと妹さんは自分のペンダントに一番大切な人の顔を描いていますよ。だといいがな。一番大切な人がお主じゃといいがの。